これね、ご本人の前で、だ僕はモノマネ芸人じゃないので、バカなふりしてできるんですけど、皆さんはできないですけど、ご本人の前で真似しちゃう。小さん、確かにできませんね。それはね、練習はしますよ。人がやったまま練習しますよね。だから、川上哲也さんのモノマネをしている栗さんの真似ですよね。そうです、もう栗田、そう。栗田さんの、ま、モノマネで、普段、もうだって栗田さんの真似になっちゃうんですよ、私。スタバで注文するじゃないですか。スタバ？スターバックスで、例えばなんか注文するときも、今回は、アフォガードフラペチーノを、ラージサイズで、いろんな人でって言いそうになっちゃうんですよ。ついついその流れで、いろんなを、いろんな人で。あ、違う、バニラシロップを追加でとか、カスタマイズするんですけど、今回は、ゆずシトラスティーを、ラージサイズで、いろんな人で、いろんな人で。やっぱ、王座でこう出てきて、今回何やるんですかとか、所さんとか、郁恵さんとか言われて、いや、今回は、田村正和さんで、古畑任三郎でトラブルをやります、みたいな、その、栗田さんの間をついつい生活に取り入れてしまうっていうの、ありますよね、好きすぎて。ありますよねありますよね。あれは、それをずっと吉岡君と夜中にこれを電話してくるこの深夜に今日も栗田さんが真似しちゃったよしちゃったよすいません、ね、いろんな人ではやっぱり大都会のパターンですか。大都会、大都会をいろんな人でだからいろんな人でもいろいろありますね。そうです、栗田さんのいろんな人でにもいろんなことがある。なんだそれ。これちょっとね、こういうノートが小学校の時に取ってきたノートがあるんですけど、ノートを取るってどういうこと。え、誰もが当時あの頃持ってないですか。ちょっとちょっと、いや、これはすごいよ。気持ち悪いですよ。何それ、これはすごい。何それ。先ほどの大都会をいろんな人でっておっしゃった時は第5回平成元年3月なんですけど、栗田さん対コロッケさんで、細川たかし、緒方大作、桑田佳祐、福井敏夫で大都会っていうのを負けちゃって、で2回戦が瀬川、本当は瀬川栄子さん、3回戦で長渕のトンボ、決勝が吉さんの酒を、なんでそれをやる予定って言ってました、ね、言ってました。これ言ってました。所さんで、もし勝ち上がれば何をやる予定だったの、ってこう所さんが言って、俺全部決勝まで言った言って、いろいろ用意してきましたけど、どれがいいですかって言って、で、ここでじゃあ一番聞かせたいのどれですかって言われて、栗田さんが、命くれないですね、って言って、青いスーツのまま、素の栗田さんで、化粧も何もなく、あの格好で初めてこう、命くれないが流れたのが、初めて。皆様のおかげです。言ったもんね。言ってます。言ってましたね。うん、いや、ネタ知ってるので、初めて見に行ったコンサートがそれだったんですけど、俺には分からないよ、お前がなぜ、ネタ繰り返しても、わーわーってやるんですけど、観客がドーンって笑うんですけど、観客200人ぐらい浜松にいたんですけど、そこの時に、僕、そのタイミングで、こんばんはってやっちゃったんですよ。客なのに。知ってるからね。俺に、ガラスの東海へと旅立つのか、よく来たねっていう時に僕が、よく来たねって言っちゃった。そう、やっちゃダメなのに、客が先読むって一番ダメじゃないですか。知ってるね。知ってるアピールね。そうそうそう。でも、まあそうだし。中2ぐらいだから、中2秒だから。まさにね。アピールじゃなくて、そこはそうやるものなのかなって思う。あまりこの、そう、頭が良くないんで。いや、でも、やりたくなるぐらい分かる。その出身どこだ。宮崎生まれの浜松育ちで。そうなんですよ。宮崎はほぼあんまフジテレビが映ってたんで王座やってましたけど、でもそのコンサートのテレビで映ったのも浜松でしたからね。浜松市民会館でやってて、で、あの、外出てきて、みんなに挨拶して車で帰るね。帰ったろ。そうです。